どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク駆逐知らず銀次を駆逐せよの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。金木と絵と組ませたパーティーですね。前動画でも紹介したんですけど、この石金木と、この絵と非常にですね相性が良くて、金木で防御力上げて絵とで攻撃力上げる、絵とが落とした防御力を金木が保管してあげるという、そういうですね、タッグとなっております。では早速使っていきましょう。本当に駆逐対象駆逐されるのが早すぎる。みんなさ、もうあれでしょ、金木と有馬の試運転やってんでしょ。ということで、まあ初手スキル打てるんですけど、まあ第1段階の覚醒前のスキルは打たずにもういきなり覚醒します。で、ここはエトにブレイクさせたいんで、エトにスキルを打ってもらいましょう。でまあ金木自身もブレイクバーストは一応持ってるんですけど、こいつが武器耐久値を削るスキルを持ってないんで、まあ金木でブレイクさせようと思うと覚醒後ならちょっと調整が必要で、まあ考えなきゃいけないよっていう、そういうことですね。じゃあとりあえず金木とオールにスキルを回していきたい。まあオールちょっとたまりにくいんだっけな。出国、まあせっかくなんでね。63万ぐらい出てますね、オール強い。でこれ出血したからもっと出るのかな。で金木のスキルを打っていきます。これで防御力が 2.25 倍で、敵の攻撃力が 0.2 倍の5分の1と。金木は75万ぐらい今出てたのかな。金木ね、覚醒後 かなりスキルが溜まりやすいんで、でもう一回スキルを打っていきます。僕だいいですね。クリティカルで75万ね。さあこれは多分奥行くと思うが、それ以上どれだけ伸ばせるか。でここでシフト使って、金木をもう一回あれですね、どんどんスキル打たせていきましょう。そう今回ちょっとムカデちゃん連れてきてるんですよ。僕が懐かしいな。俺さ、今回確定枠なんてまさか思ってなかったからさ、また夏にやった夏だっけな、あれ9月ぐらいだと思うんだけど、ムカデのね、地獄を見れるのかなと思ったんだけど、別に見たいわけじゃないんですよ。見たいわけじゃないけどさ、やっぱこのハラハラドキドキが味わいたいじゃん。あ、ムカデっていつ来たんだっけな、全然覚えてないけど、すごいいっぱい外したのは覚えてる。よし、1ターン目はこれで終わりですね。580万ぐらい、違う、5800万ぐらい削れたのかな。こっからあいつが武器耐久値を回復してくれればいいんだけど、1しか食らってえな。武器耐久値回復しなかった。エトのブレイクバーストが発動できない。ちょっとあれですね。じゃあここはまた金木に試させていくみたいな感じで。僕だ、まあ、ブレイクバースト発動しないし、このターンはシフト使わなくていいですかね。あとに残しておきましょう。でオールで削っていく。んーで金木と、あーここエトのスキル残しておこうかな。多分次どうせあれでしょ、回復してくるでしょ。たまらなかったらあれだしね。で金木打って、僕だ、ザンザン。で最後もう一回金木打って終わりと。金木は一回覚醒するともう本当にバトルが終了するまでずっと覚醒する、永久覚醒っていうね、スキルなんで、まあ安心ですね。イカみてえだなこいつ。金木のカグネイカみたいじゃない後ろから見ると。またあれだよね、普通のクエストと違って駆逐は視点が変わるから 3D モデルいろんなとこ見れて新しい発見がありますね。でとりあえず2人使って、でエトでブレイクしていく。で、ブレイクバースト S マイナスプラスどっちだろう。 1.75 倍ですね。前衛発動していく。ブレイクバースト S プラスでしたね。でオール打ちます。出国。この前ねフェスでオールか何が来てたっけ、有馬だっけ
男性ピックアップのフェスね、あれね、だいぶ美味しいと思うよ。オール欲しい人多分今いるでしょ。もしかしたらこの2周年の金木よりオールの方が欲しいですよっていう人いるんじゃないかな。そういうそんな方はね、今来てない、来てるのかな、多分今来てないと思うんだけど、まあ、ぜひ引くことをお勧めしますって今言っても遅いんだけど、オールね本当に魅力的なキャラだと思う。確定出血からの、流血の破壁 GS だっけ。案外ね、流血系のキャラ、プレミアムキャラにもいっぱいいるんで、まあまあ、ごとつ、まあ、いずれなると思うんでね、ごとつしたらまたオールと組ませてね、流血パーティーみたいなの作っていきたいですね。積まなきゃ。いや、ムカデのスキルはね、僕めちゃくちゃ好きなんですよ。この地面に弾みを突っ込んで、ブル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 ズドーンみたいな。あまり舐めるね。かっこいい。シフトで前出した時のセリフクソかっけえや。まあ誕生日キャラにもねエフェクトつけてくれないかな。フェスゲンのグールが赤で、まあフェスゲンの操作官が青色のエフェクトなら、まあ誕生日キャラはね黄色とかどうすか。もう操作官グール両方ともなんか黄色のエフェクト出るとかどうすかね。どうすかね。とりあえずまた金木に打たせていきます。またあいつ回復しなかったんだ、武器耐久値。毎ターン武器耐久値を回復してくれる敵いたよね前は。なんか最近は全然回復してくれないけど、ダメチャレも出たし、ここちょっとエト打とうかな。10連ダメージいいですね。金木打って、まあ、覚醒キャラのいいところは、まあ、覚醒後のスキル内容が熟練度に左右されないとこだから初心者におすすめなんですけど、まあ、やっぱでも覚醒キャラって固有アビリティを解放してなんぼのもんがあると思うんだよね。もう特にこの金木と有馬については、熟練度 100% にして開幕時のスキルゲージ増加量を 100% にすることによって進化が発揮される。ガチェ強いかな。とりあえず開幕からもう鉄壁になれるから、もうあいつの攻撃なんて1しか食らってねえし、あ、オールめっちゃ食らってる。何されたの。あ、ブレイクされたのね。あいつ、知らずあれか、自分の攻撃にプラス1してんのか、武器耐久ダメージ、あー武器耐久値削るよ。多分そうだろう。あー、オール死ぬかもな。待って、エトで削りきれなくね。これエト、あー、さっきスキル使わなきゃよかったな。変わってこれね、削っても大丈夫。うん、武器耐久値を削るスキル内容じゃないから、暴走排斥はいける。ザン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 と、でこれで暴走排斥10回削っても大丈夫。エッド交換して、でブレイクしていく。ブレイクバースト発動、うでエッドのスキルを放っていく。で金木のスキルを放っていく。僕だで、オールのスキルを放っていく。あ、麻痺してんの、オール、もしかして。なるほどね。で、また金木に試さす流れでいきます。ここね、本当はエトにシフト使いたくなかったんだよね。で、金木と僕だ。あら、よっと。で最後金木で殴って、あー、これ締めあれだな、ムカデちゃんになっちゃうな。締めムカデになっちゃうわ。僕が締めてくれ、ムカデ。ムカデはねめちゃくちゃかっこいいんですよ。このなんて言うんだろう、 3D モデルのこの攻撃してない時のこの指をこうクイ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 ってやるのめちゃくちゃかっこいいんですよ。前から見るとね、漫画のやつ再現してるよね。うわ、オールいっちまった。これ金木全員守り抜く戦いなのに全員守りながら戦うはずなのに、まあブレイクされたらさすがにきついかな。まあ、武器耐久値を回復するために誰だっけ、
誕生日むつきだっけな、武器耐久値回復するの。まあそれを入れてもいいかもな。だから結構誕生日むつきとは差別化はできてるっちゃできてる。30% プラスアビリティでもう 30% 回復、自動回復できるし。あ、やべえダメージレポート見るの忘れてた。これは引こうぜ。というわけでですね、白月忍者ほんと倒されるの早い。今回は金木健と、絵とですねを組ませて戦ってみます。多分何もごめん、ダメージは1万8000出てたのは見ました。はい、2億いってたかは分かりません。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。